12月27日金曜日です。今日は明日9時20分の成田発の便で札幌をまあ戻るので、それの最終の荷物の準備と、あとは合間見てその動画編集やりつつ、夜は、まあブログをいつも通り3記事書く予定です。で、まあジムに関してはちょっと明日朝5時起きの予定なので、行くか行かないかを今ちょっと検討中です。まあ、毎日ちょっとジム通ってるんで、結構あっちこっち疲労が溜まってきてるのと、まあ、最近ちょっと5時とかの早起きしてないんで、ちょっと朝起きれるかっていうところが、まあ微妙なので、この辺ちょっと考えて後で決めます。一旦これから作業、入ります。今日も一日よろしくお願いします。これから夕飯買いに行ってきます。今日はメインチャンネルの動画ちょこっと編集して、その後は昼飯食って、でずっとなんか YouTube で動画見てましたね。涼谷高島さんっていう YouTube の人が YouTube やってる人がいて、でその人が結構星空のタイムラプスとか綺麗にいろいろ撮影してて、で今回その帰省するにあたって何か参考になればと思って見てました。で、ちょっと時間遅くなったんで、一旦飯買いに行って、帰ってきてそれ食べて、ちょっとブログを3つ更新しようと思います。で、今日はちょっとジム休みにしようと思います。さあ、そんな感じで、今日も一日お疲れ様でした。